何これ、すげえ、ちょっと待って、こんなプレゼント落とされる村ってあるんですね。びっくりした。これあれです、開発ビルドなんで、世界中のね、クラクラ実況者、クラクラ YouTuber とかね、あと社員さんとかもね、遊んでるんで、もうこの村に対して、めちゃくちゃ、この間のサンタのですね、呪文ですね、出ましたよね、イベントで。それの時に散々撃たれたんでしょうね。これすげえ、やばちょっと、これにちょっと攻めてみましょうか、試しに。どんな動きするんだ、ユニット。チャイスケ、この中通んの？あ、通っていくんですね。通ってって。あ、通るんですね。一応、障害物判定とかあるのかな、これ。これすげえ。障害物判定的なもんはなさそうですね。ちょ、ジャイスケ。はい、こんな形。はい、やられていって、どんどん施設をね、壊してますよね。すげえこれ。何これ。ここら辺から出すと？どんな形で向かう？別に障害物判定とかないみたいですね。何これ？やば。ジャイスケが、はい。これ、やっぱり、プレゼントって障害物判定なさそうな感じありますよね。待って。もう一回ちょっと、ジャイスケ出します。ジャイスケ出して、プレゼントを避けるように通るの？あ、これ避けてないですね。避けて通らないですね。あ、びっくりした。こんだけこう、これプレゼント落ちてたら、絶対こうなんか避けていくっていう感じかなって思ったんですが、全然そんなことはないっぽいですね。で、喋ってる間にですね、結構ジャイスケがですね、結構ダメージを入れておりまして、さあ、この大砲に対しては、ダメージ入るのかな？どう？壁から一マスぐらい離れてますよね。ダメージ範囲的にはどう？ここからやられますよね。で、爆弾が爆発して。あ、なるほど。範囲的にはここまでの大砲には届かないと。なので壁に密接していればダメージ入るぐらいの、爆破の範囲なんですね。なるほど。うわ、びっくりした。いや、こんな配置、普段なかなか普通のマルチでも見られないですからね。やばいな、これ。さあ、ここがジャイスケを一気に出していって、で、どんどん壊していきます。さあ、やっぱり残りのジャイスケ、6、7体ぐらい出したんですけれども、すごい！あ、一瞬にして防衛施設壊す。これ、ジャイスケラッシュ、これ、ありっすね。いいっすね。結構これで、マルチ攻めれば、間接的にこう、周りの施設でもダメージ入ったりとかして、前回のね、動画でね、ジャイスケの爆破ダメージだけでタウンホール落としたんですよ。なので、そんな形でね、こう、どんどん、こう、ワンチャンですね、防衛施設付近のですね、資源施設にもダメージを入れられるっていう可能性ありますよね。ちょっと、ここの、ヒーローはどう？ヒーローもやっぱり、あ、無視してますね、プレゼント。プレゼント無視してますね。はい。なので、サンタのとっておきでプレゼントたくさん落としたとしても、障害物判定とか特にないみたいっていうのがね、わかりましたよね。いやー、面白い発見。今回も、ありましたね。この量、やべえな。プレゼント何個あんの？これ100個以上は確実にありますよね。すげえあるじゃん、これ。はい。じゃあ、アチャケもラストに出していきましょう。アチャケもやっぱ無視してますね。ウォーデンとかも。ウォーデンもやっぱりなんかちょっと無視してる感じありますね。ちょっとマントの上にプレゼント乗ってる。お前、プレゼントの下に埋もれてんだろ、お前。おい、いや、すげえ。いや、これ開発ビルドってこんな配置も出てくるんですね。